夫には、仲のいい同い年のいとこと、3歳年下の弟がいる。私と夫の結婚が一番早くて、その後、いとこさん、義弟と結婚したんだけど、全員コロナで式はなし。私は、いとこさんと義弟に祝儀を渡したんだけど、いとこさんは、お礼の電話も打ち祝いもあったけど、義弟の方からは、到着の連絡も、お礼も打ち祝いもなかった。その後、すぐ、仕事中に先輩が現場猫的なことをやらかし、私は、大怪我を負って内臓を欠損して、生きるか死ぬかの状態になった。その際、いとこさんは、めちゃくちゃ心配して、見舞い金も送ってくれて、お返しはいらないから、しっかり療養して、と電話があった。義弟夫婦からは何もなかった。夫の出身地は、そういうの、めちゃくちゃきちんとしてる方だし、結婚した時は、義弟からお祝いもらってたので、ああ、義弟嫁はサバサバ系って自称してたし、義弟のところは、そういうのなしになったんだな、と判断した。別に嫌味とかじゃなく、義弟の奥さんが、私と同い年、同じ地域出身だったから、親戚の少ない人が多い都会。都会の人の、今時の感性か知らねって感じ。私が無事退院できたことと、コロナもろもろが緩和傾向にあるから、結婚後、一度も義実家に行けてないし。夫が、月曜に有給を取って4連休にして、義実家に連れて行ってくれた。義両親はめちゃくちゃ心配してくれていて、なんと、いとこさんも駆けつけてくれた。いとこさんと義弟嫁が出産してたんだけど、私が、自分のことで精一杯だから、ずっと、その情報を伏せられてて、義実家に行く少し前に教えてもらった。いとこさんは、子供を見せて抱かせてくれた。義弟たちは、義実家での里帰り出産したらしく、土曜日の段階では、まだ義実家にいたので、顔を合わせたんだけど、特に、いたわりの言葉とかなかったし、赤ちゃんも別室で、顔を見ることはなかった。それも、特に気になるとかではなく、まあコロナの心配もあるしね、程度にしか思わなかった。私はリビングで、義両親には、ちょっとお高めの手土産を。いとこさんには、先天性の糖尿病と聞いてたので、手土産はなしで、多めに包んだ出産祝いと、回帰祝いをまとめて渡した。義弟嫁もリビングにいたので、その場面を見てたんだけど、私たちにはないの？なんで？と言ってきてびっくり。私が、そちらはそういうことしないんだと思ってました。と言ってしまうと、なんか、はん。って、効果音つけたくなるような態度で。常識ないですね。恥ずかしくないんですか？それともいびり？と言われて、本当にびっくりした。私が、二の句が告げずにいると、義両親が助けに入ってくれた。私子ちゃんが事故で入院して、大変な状況だと伝えたとき、あなたも、見舞いの一言もなかったし、お見舞い包もうとした次男を止めたのに、何を言っているの？夫もすごい怒って。妻は、こちらに来てすぐ、出産のお祝いの言葉と、育児へのいたわりの言葉を伝えたけど、お前、一言でも、妻の体調をいたわる言葉を伝えたのか？結婚祝いを送った時も、俺も妻も、お礼どころか、到着したという連絡すらもらってないぞ。非常識なのはそっちだろう。と言い、これには義両親も、本当なの？と驚いてたし、いとこさんが、それは、常識とかの前に、人間性を疑うわよ。と言ってくれたので、それ以上、お祝いくれくれされることはなかったけど、義弟嫁さんは終始不機嫌だし、それ見てた義弟は、欲出すからだ、バーカ。と言ったきり、知らぬ存ぜぬで、自室にこもってしまって、変な空気に。空気を変えようと、いろいろ話をしているうちに、いとこさんが、保育園が決まって、入園グッズ、何の布で揃えようか迷ってて、みたいな話になった。それで、私、親が仕事で使うようなミシン持ってて、子供の頃から使ってたから、
そういうの作るの好きなんですよね。と伝え、今現在働いてない暇な私が、いとこさんに依頼されて、グッズを作成することになった。発注すると、どうしてもかゆいところに手が届かないと言ってたので、私もノリノリでいとこさんと打ち合わせしてたんだけど、そこに、なんと、義弟嫁さんが割って入ってきて、私のも頼めるのよね。と言ってきて、二人してびっくり。いや、この短時間で、あなたにそこまでしてあげるような人間関係、気づきましたっけ？むしろ、疎遠一択の関係しか気づけてないですよね。と言ったら、すっごい不細工な顔してリビングを出て行った。義両親が、新生児の期間過ぎたから、早く出て行ってほしいのに。ってポロッとこぼしてたけど、とんでもない親戚ができちゃったのかも。赤ちゃんも、もしかしたら、他人の子かもしれないとか言ってるし不穏。否認してたけど、妊娠したの、あなたの子よ。って感じで言われて、結婚したらしい。でも、妊娠するまで、そもそもそういう仕事してたって、後から言われたから、本当に、義弟の子かわからないって。私の感じでは、多分、うち祝いや見舞い金の存在を知らないってのが、一番にあると思う。結婚前に、義弟嫁さんと顔合わせだけはしてて。私が義弟に、うち祝い大変だよね。みたいな話を振ったとき、何それ？みたいな反応だったのよ。でも普通、知らないなら、調べるものと思ったんだけど。そもそも、夫婦仲うまくいってなさそう。私が退院して少ししてから、義弟の方から、大丈夫なん？って、私に連絡があって。その日から、毎夜毎夜、義弟からメッセージが来るような状態で、夫が、夫婦生活うまくいってないんだろ。甘えが出てる時の弟のムーブだわ。って分析してた。私にも、いちいち相手にせんでいいよ。とは言ってたけど、小学生の頃から知ってる私にとっても、可愛い弟分だから、なんか、ほっとけなくて、メッセージが来たら返すのだけはやってたんだ。それで、実際に顔合わせたら、義弟が別人みたいに不機嫌で人相変わってて、ちょっと怖かった。義弟は、義弟嫁がいないところでは常識あると思うけど、義弟嫁が関わるところには関わりたくないって感じで、そのせいで非常識な行動になるような感じがしてる。この書き込み、昼休みに読んだ夫から聞かされたんだけど、私が事故って生きるか死ぬかの時に、義弟たちが新居に引っ越ししてて、義弟嫁からみんな引っ越し祝いくれたけど、お兄さんたちからはないの？って連絡があったって、さっき教えられたわ。私のことを気遣う文言がなくて、夫が先に妻のことに言及すべきでは？と注意したら、ご愁傷様。とだけ返してきて、夫はそれで見限ったみたい。その時の SS 見せてもらったんだけど、会話の流れから、ご愁傷様が皮肉にしか見えないと私も感じた。夫は、私がショック受けると思って、黙ってたらしいけど、あの女と結婚してる限り、弟のことは気遣わなくていいし、本音で言うと、関わってほしくない。とも言われた。義実家で、夫が義弟嫁にあんなに切れたのは、これがあったからか、って納得したわ。普段、いきなり人を怒鳴りつけるように、切れる人じゃなかったから、どうしたのかとびっくりしてたのよね。